ドライヤーの真骨頂で、ね、ボリューム出します。でその次にそこ熱風当てます。でこのコールドっていうところに ここにコールドってあれじゃない、ここにコールドって書いてあったら、コールド当ててもらってもいいし、なかったらこのまま固定でもいいんで、熱を当てて固定する、そして離すとここにボリュームが出るんで、その後に最後にそれをしてほしいです。でポイントはまずサイドの押さえですね。熱風で固定、固定した次にこの冷風を当てる。するとめっちゃこれ違いね、一目瞭然ですよね。こっちはまだボリュームありますよね、何もしないんで。こっち見ましたらもうスッと収まるね。でこっちもやると、でまあ収まるということですね。はい、まあ強引か。で最後に、まあ、前髪、さすがにこの前髪上げるって言ってこうピタッとね、前髪もうピチャーとね、ピチャーと前髪こう上げる人はさすがにダサいんで、若干出した方がいいですね、これは。なんで前髪はまあ最後として、まずこの トップのボリューム、まあ、トップのボリュームはこう指入れて、ね、指を入れてちょっとこう反対流す、反対の方に持ってく、反対の方に持ってく、でから音符冷風固定みたいな感じでやると結構いいですね。で最後前髪は前からこう指突っ込んで流したい反対方向にこう持っていく、はい、ってなるとこう前髪が、めっちゃ綺麗。この音符、この形、作りたい形で固定する、音符当てる、冷風当てる、固定させる、離すということで、これでベースセットですね。今ちょっと手口でこう整えるとこういう感じですね。まあ、こっちもちょっとやった方がいいって言われたらやった方がいいけど、これで、ベースの形が終わりました。で、こっから、この柳屋、この老舗柳屋のジェルを使います。ジェル出すのはだいたいこれぐらいですね。例えると、いや例え思い浮かばんな。まあ簡単に言うと、この枝豆3個、子供の頃食べましたね、枝豆。で枝豆を食べるとき、たまに1個入りがある。で、まあ大体2個入り。2個入りっていうのがいいか。3個入りか2個入りか1個入りがあって、大体3つ入り選びますよね。で、まあその感じ。今これ1個で出しましたけど、こう枝豆をこう3粒作るぐらいを想像してほしいですね。これぐらいの髪の毛の人は。で、セットのポイントとしては、こう前が降りてくると一番鬱陶しいんで、普通のワックスは後ろからつけるんですけど、ジェルに関してはこう前からつけていきますね。こういう後ろに流す感じで、こうまずはつけていきます。こう後ろに流す感じでつけた後に、上からこう分け目でこうつけていきます。分け目でこうで、余った最後に軽く後ろをこう、あんまワックスは、ジェルはあんまバシャバシャってつけなくても、こうなじませる感じで、バシャってやってもこうなじませながらバシャで、最後に前だけ微調整ですね。微調整をしてね、サイド押さえて完成しました。この長い毛の人の7-3セットで、基本的にこの真ん中にボリュームを出してサイドを押さえる、この五角形ですね、
五角形、こう、こういう五角形、こういう五角形ですね。こう、こういう五角形ですね。が1枚です。こう、サイドをこう押さえて、押さえてトップにボリュームがある。ボリュームっても出しすぎたらダメなんで、これはもう、あの、際どい感じですけど、あとは前髪。で、ポイントは、まあ、僕もそうなんですけど、あんま顔に自信がないと、こう、顔パーって出したらね、こう恥ずかしいんですよ。なんで、この、目のここでここ、顔をちょっと隠すみたいな。このポイントすると、これやったのが、ちょっとこう、顔を隠して、やるともう、完璧。あの、かっこよさは倍増ですね。こう、これはまあ一番いいんですけど、ちょっと僕みたいにこう、顔隠したいなって時は、下ろすのが、ポイントですね。ここ。こうもっとこう下ろして、この目尻のところに髪の毛を持ってくる。ポイントとしては、この黒目と黒目の間だけでが上がってればいいんで、それ以外は極力こう落としても逆にそれはそれでかっこいい。こういう感じ。こういう感じ。で、こう目尻をこう隠しても、そこまで、ここが見えてる見えてないでの印象の違いはそんなないんじゃないかなと思うし、あとこの顔のデカさの印象、今びっくりした。全然違いますよね。これとこれで顔のデカさの印象が全然違うんで、ここがまあポイントですね。ということで今回は七三、これ単発やったらもっと一瞬でできます。バックに乾かして、まあ、前でもいいな、前に乾かしてジェルパッてやる。もうガチで3分ぐらいで単発の人やったらこの七三セットできるんで、ぜひね、男ビジネスマンとかは、七三アップバンクでよろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。